経営コンサルタント。ウィーン大学で法学博士号を取得後、欧州大学院大学修士課程を修了。1963年オーストリア外務省入省ベオグラードやロンドンの大使館勤務で外交経験を積み、クルトバルトハイム国連事務総長の下で国連事務局員としても働いた。1977年本省事務次官の事務部局長を務めた。その後、 アルゼンチンウルグアイパラグアイの大使を歴任するなど、外務省内の要職をいくつも経験し、1996年から2001年まで、本省事務次官を務めた。2004年、トルコ加盟問題についての独立委員会の委員となった。2005年、フィンランド元大統領マルティ、アハティサーリと共に、国際連合事務総長特別代表に就任し、 コソボ地位問題に関するコソボセルビア間の交渉を担った。オーストリアアメリカ合衆国協会会長、オーストリア欧州連合政治協会副会長、ヨーロッパ外交関係委員会委員でもあった。メルク出身。先祖に首相や閣僚を経験者のいる元上級貴族の家柄で、父カール・アントンの案は国際反ヨーロッパ主義の政治思想家、母は ハンガリー国会議長、パリ講和会議ハンガリー代表はポニー、アルベルトの娘。2008年のアニカールの死後、ロアン家課長となり、名目的なロアン公その他の貴族称号を帯びる資格が生じたと、みなされた。生涯に二度結婚したが、子はなかった。パルテアウフデアベブザイタデアウステリッシュ、アメリカにシュゲゼルシャフト、 オブジェルフェンエーム17オクトーバー2019オーフステルノアレディヒデンバンデースプロシデンタンバーリヘネンエアエンザイコンフィアバーディエンストウムダイリパブリックオストライヒ AB1952 ありがとうございます